はい、どうも、ゴーヤンです。本日はですね、待ちに待った3月7日。3月7日の覇者の塔、来ておりますね。さあ、皆さん、覇者の塔。今回のね、3月7日の降臨の覇者の塔から40回をクリアすると、封印の玉露、できるようになりますね。で、皆さんね、当日でガンガンクリアしていかれてると思うんですけども、僕もね、ちょっと手こずりましたが、なんとかクリアできましたので、このね、封印確定画面をスタートとして、ね、オーブをゲットしまして、玉露をね、解放シーンをお見せしたいなと思います。あと、ビンゴカードと報酬ですね。その話も軽く触れていきたいかなと思っております。おー、ロック解除されてニューになりましたね。楽しみですね。で、これをタッチすると、タッチできないですけど、お、いけた。笛の玉露が出現。まあ、説明ですね、玉露の。ガーッといろいろ書いてます。で、挑戦します。すると、かっこいい。いや、めちゃめちゃかっこいい曲流れてますけど、封印の玉露をね、タッチして、挑戦するを選ぶと、こんな感じでビンゴカードが出てきます。で、すべてのクエストにおいて、遊ぶのにスタミナが60、爆絶も60、超絶も60必要となっております。で、もうね、ご周知の通り、一回クリアに使ったキャラクターは、他のクエストには連れていけないので、しっかりと、どのクエストにどのキャラを連れていくかを、考えた上で挑んでいくのが重要となっております。で、四隅と真ん中に、キャラのね、四隅に金の枠がついてますけども、これが爆絶ですね。爆絶が四隅と真ん中に来ます。そして、報酬。遊び方ね、もう皆さん知ってると思うんですけども、まあ、今言った通りですね。まあ、マルチ推奨です、基本は。でもね、ソロでしか遊べない方もいると思うんで、僕はソロでクリアしていきたいと思います。で、まずね、一列達成で、重心玉各種一つ。二列で、あ、重心玉じゃないわ。重心竜ですね。ごめんなさい。間違えました。重心竜が各色一体ずつ。そして二列目達成で重心玉が一つ。そして3、4、5、6、7、8、9、10、11とオーブが一個ずつなんで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個ですね。オーブが9個もらえます。で、すべて12列達成すると、皆さんが追い求めている英雄の書、じゃないわ、英雄の証か。ん?英雄の書、合ってますね。英雄の書をゲットできて、英雄の証を追加できるようになります、ということになっております。で、とりあえず、今日は、覇者の塔をクリアするまでをね、なんとかしてしまいたかったので、ここから先の冬の玉露についてはね、また別の動画で、クリア動画を、25種類すべて上げていきたいと思ってますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。ちなみに、名前にある通り、ゴーヤンアット無課金ということで、こちらの端末は、完全無課金でやっております。で、覇者の塔をクリアで68個オーブゲットですね。で、封印の玉露で9個もらえるんで、まあ実質全部で77個オーブがもらえると。かつ、重心竜も、クリア報酬と合わせたら各2つずつ。で、さらに、15回をもしクリアしている方であれば、重心玉も2個もらえるというようなね、内容に変わりましたよというところですね。ということでね、塔まだの方頑張ってください。で、ドラえもんもね、コラボ始まってますんで、そちらもね、順次やっていきたいと思ってますんで、両方頑張っていきましょう。ということで、こちらの動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。少しでもいいねと思っていただけましたら、いいねボタンを。他の動画も見たいかな、見てあげてもいいかなと思っていただけましたら、
ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは。